皆さんこんにちは、アゴラ編集部の下正彦です。今回のアゴラ流男の手料理は、もやし豚蒸し、ちょっとまあ料理とも言えないようなものなんです。非常に簡単にですね、素早くできて美味しい。他はお酒のつまみにもなりますし、ご飯とかでも、豚ももやしもですね、ビタミン B1 が豊富に含まれています。ビタミン B1 は、まあ、エネルギーをこう消費して燃やすというのを助ける作用なんて言われていますので、ダイエットなんかにもいいんじゃないかということで、まず素材のご紹介を始めましょう。蒸し豚もやしの材料です。豚肉、まあ、ロースでもバラでもいいんですが200g ぐらいですね。あとまあ、もやし、塩コショウ、あとポン酢です。豚にはですね、最初に軽く塩コショウをしておきます。この料理はですね、そんなまあ料理というほど手間暇がかかるものではないんですが、器ですね、この平べったくて、まあ、広いお皿、これにか、まあ、もやしをのせるわけですけれども、この器自体がこう入る、入るような、まあ、蒸し器、これがまあ必要なわけです。こんな蒸し器はですね、普通のお宅に転がっているとも思えないので、私の場合はですね、パスタ用のちょっとこう底が深いですね、大きな鍋、これをまあよく使っています。シー料理にも使うんですね。それではもやしをですね、まずこうして平たいお皿に乗せます。2段階にしたので、豚肉を互い違いの体状に乗せていきます。このようにサンドイッチの多重構造をお願いします。また豚肉、どういうふうにします。これをですね、このまあ深いお鍋の中に入れて蒸すわけなんですが、まず、まあ、蒸し料理ってものすごい水蒸気なので、熱いです。これを取り出すためにあらかじめですね、タコ糸を使ってですね、お皿を縛って、こういった状態を縛っておきます。これまでに、まあ、2、3センチお水を張ったら、ここに小さめのザルをして、この中にお皿を入れます。そして加熱、このまま10分ぐらい鍋の中で蒸すわけです。するとまあ出来上がりです。 10分ほど蒸しますと、
まあ、豚も色が変わってもやしに火が通るという状態ですね。これで、蒸し豚もやしが出来上がりです。熱いので気をつけてください。まあ、食卓に持って行ってから豚かいとを切っていいです。これにですね、これに、ポン酢をかければ出来上がるんです。蒸し豚もやしです。いかがでしたでしょうか。今回の油流男の手料理は蒸し豚もやしを作ってみました。それではいただきます。うん、ちゃんと蒸し豚もやしですね。アゴラチャンネルでは皆さんのチャンネル登録、この辺に登録ボタンがあるので、ぜひ、登録してみてください。メールで、更新が、新しいメールが更新されるとメールでお知らせします。では、また。